ちゃんと回線あった。あ、タブレットで写真をパシャリ、うん、撮影しているのは避難場所。他にも避難所や避難場所の写真を撮っています。今日は全部巡るの無理なんですけど、まあなんかここら辺で行ける場所あったら行きたいです。愛知県半田市に住む中学2年生の那須ひなたくん、一体何のために避難場所を回っているのでしょうか。避難所のゲームを作るための写真を撮ってます。実はひなたくん、半田青年会議所が行うアプリ開発の講座に参加。そこで地域の防災に役立つゲームアプリを開発しているんです。開発、南海トラフ巨大地震の被害想定では最大 3.6 メートルの津波が来ると想定される半田市。住民の防災意識を高めるためには若者視点のアイデアも欠かせない中、防災って楽しくないじゃないですか。楽しくない。楽しくないし。鋭い意見で切り込むひなたくん。防災を楽しみながら学ぶ方法はないか意見を出し合います。今思ったのが、周りでポケモン GO をやってる人が多くて、避難所はポケストップみたいにして。ひなたくんたちのチームは、半田市内の避難所や避難場所を知ってもらうためのゲームアプリを開発することにしました。防災についてひなたくんが考えるようになったきっかけは、小学6年生の時、所属するラグビーチームの交流試合で岩手県釜石市に行ったことでした。東日本大震災の犠牲者を追悼する施設で津波による被害の話を聞いたといいます。たくさんの人が亡くなってしまったっていうのと、その防災訓練に参加しなければいけないってことを伝えなきゃいけない。アプリ作りのヒントを得るため、実際に避難場所へ足を運んだひなたくん。ここもかもしれない。防災倉庫あるからここもかもしれない。見つけたのはコミュニティセンター。集まっていた地域の人にアポなしで突撃訪問。こんにちは。こんにちは。ここって、はいはい、ここって避難場所ですか。防災の避難場所か。そう、ここ避難場所。ここ自体は避難場所になってる。さらに防災倉庫の中もお願いして見せてもらいました。レスキューキットっていう、倒壊した家屋で挟まれた人を助けるというか、普段は見ることのない防災倉庫の中身を知ったひなたくん、アプリにどう生かしていくのでしょうか。アプリ作り当日、いろいろ行ってきた。どこに行った？行ってきて、いろいろ写真撮ったんですけど、なんか防災倉庫の中みたいな。あ、これ見せてくれた。見せてくれたんです。お、自分で避難場所を回ったことを報告します。赤見てきてくれたじゃん、防災倉庫の、それをゲットして、あー、いい、なんかストーリー的に斧とか入ってる、人を助け用の、で、これをゲットしました、で、助けに行けますよ。おお、すごいストーリーが、ね、ゲームでは地震が起きたことを想定し、避難場所に行くミッションが課されます。すごい。さらに防災倉庫に入っているものをアイテムとしてゲットできる設定に。すごい具体的。起きた。おー、いけた。スペースラスト。考えたアプリについて行政の防災担当者に向けてプレゼンします。避難場所の認知度が向上し、災害が起こった時に滑らかになるということです。一番大切なのが楽しく防災を学ぶことができるということです。ご清聴ありがとうございました。アプリは今月中に完成させる予定です。もうちょっとで完成できたらいいな。でも完成はないんで、このゲーム多分どんどん進化させられるんで、してもらったらなと思います。
ゲームという発想も素晴らしいですし、うんうん、それからその見に行って実際に何ができるかってこう広げ方が、うんね、そうですね、うん、やっぱり僕の場合やったら子供を連れてね、うん、子供が小さい頃に避難場所はこうやねんでとか、うん、ここにいざとなったら避難しようねっていうのをこう歩きながら確認はしたんですけど、ねはい、それってよくよく考えたら、まあ、僕がやらしてる話なんですよね。でもこうゲームになって子供自らそういうのをどん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 やっていくってなったらまた子供の意識っていうのが変わってくると思うんで、ね、ちょっとこのアプリ完成楽しみですね。この日向くんが開発しているアプリは今月中の完成を目指しているということで、うんうん、その後に半田青年会議所のホームページから利用できる予定ということです。見てみよう。